で本当に修理しなきゃいけないっていう時に動きました。ただ今回は、再設営ロボットがなんかしなってますね。ストップ。いや、なかなかロボットがしなってですね、壊れないから。あ、そうだ。はぁ、まっそう。ちょっと待ってください。次にプログラミングです。 EV3 ブロックを2台使用する関係上、ライントレースに使用できるカラーセンサーは1台につき1つです。色の境界線における反射光の値としています。あ、すいません。